セックスの経験がある相手とですね、えー、まあ行為を行おうという時にはまず忘れていけないのは相手は性感染症に感染しているあるいは HIVAIDS に感染しているかもしれないというこういう疑いを抱くことです。えー、愛する者同士がです、ね、お互いいいに疑いを持つととのはとてもたまらないことだと思われるかもしれませんけれども実はとても大事なことなんです。 どうしてかというといいセックスの実現にはお互いがですねそういう性感染症に罹患して感染してないということを知るということこういうことが実はとても大事なんですねですからあなたはまず自分自身を大事にして相手にこう求めるべきですあなたといい関係を築くために2人で検査に行きましょうで検査をした結果として仮に性感染症の代表例えばクラミジアだとか あるいは淋病などに、えー、罹患していたということになったら、そこで治療を開始すればいいわけです。もちろん、HIV、エイズに感染している人との出会いもあるかもしれません。えー、その時こそ、彼に、あるいは彼女に治療を促して、ですね、同時にコンドームきちっと使うという、こういう関係を築、えー、くことができるならば、おそらく幸せのセックスの第一歩をスタートすることができるんじゃないでしょうか。 ご存知でしょうかえ、オーラルっていうのがありますよね。例えば男性の性器を刺激することをフェラチオ、そして女性の性器を刺激することをクニリングスって言いますけれども、今、オーラルが性感染症の温床だという、こういうことが国のレベルでも大きく話題になっています。ぜひ、オーラルが行われる時にもフレーバーコンドームってあります。スイーツコンドームなんていう、 こんな言い方もありますけれども、そのフレーバーのついたコンドームを使う、あるいはフレーバーのついたあラテックスを使うというようなことも、ぜひ知っておいていただきたいと思っております。イい,いセックスの実現のために、まずあなたがすること、それは性感染症の早期発見、早期治療です。